日本昔話浦島太郎今回は日本の昔話浦島太郎を学びながら日本語を勉強しましょうこの動画は一部二部三部に分かれ3段階のスピードで聞くことができます。1部2部3部の順にスピードは速くなり 振り仮名があるのは一部のみです。学習にお役立てください。はじめに、お話を始める前に、昔話、童話、おとぎ話の違いについて少し説明します。昔話昔話には、昔から語り継がれてきた話という意味があります。 語り継がれてきた話なので作者が誰かはわかりません童話子供が読むことを前提に作られた物語です作られた物語なので当然作者は存在しますおとぎ話子供に語って聞かせるための昔話や童話のことです おとぎ話の中には語り継がれてきた昔話もそして創作である童話も含まれます浦島太郎はとても有名な日本の昔話ですそれでは浦島太郎のお話を始めます昔昔丹後の国水野の,の裏に 浦島太郎という漁師がありました浦島太郎は毎日釣竿を担いでは海へ出かけて鯛やカツオなどのお魚を釣ってお父さんお母さんを養っていましたある日浦島はいつもの通り海へ出て一日お魚を釣って帰ってきました 途中子供が56人往来に集まってガヤガヤ言っていました何かと思って浦島が覗いてみると小さい亀の子を1匹捕まえて棒でつついたり石で叩いたり散々にいじめているのです浦島は見かねて「まあ。 そんなかわいそうなことをするものではないいい子だから。と止めましたが子供たちは聞き入れようともしないで「なんだいなんだいかまうもんかい」と言いながらまた亀の子を仰向けにひっくり返して足で蹴ったり砂の中にうずめたりしました。 浦島はますますかわいそうにおもってじゃあおじさんがおかねをあげるからその亀のこをうっておくれといいますとこどもたちは「うんうんおかねをくれるならやってもいい」といっててをだしましたそこでうらしまはおかねをやって亀のこをもらいうけました 子供たちは「おじさんありがとうまた買っておくれよ」とワイワイ言いながら言ってしまいましたそのあとで浦島は甲羅からそっと出した亀の首を優しくなでてやって「やれやれ危ないところだったさあもうおかえりおかえり」と言って わざわざカメを海ばたまでもっていってはなしてやりましたカメはさもうれしそうにくびやてあしをうごかしてやがてぶくぶくあわをたてながらみずのなかにふかくしずんでいってしまいましたそれから23にちたって浦島はまたふねにのってうみへつりにでかけました おきのほうまでもこぎだしていっしょうけんめいおさかなをつっていますとふとうしろのほうで「うらしまさんうらしまさん」浦島さんとよぶこえがしましたおやと思ってふりかえってみますとだれもひとのかげはみえません。そのかわりいつのまにかいっぴきのかげがふねのそばにきていました。 浦島が不思議そうな顔をしていると。私は先日助けていただいた亀でございます。今日はちょっとそのお礼に参りました亀がこう言ったので浦島はびっくりしましたまあそうかいわざわざ礼なんぞ言いに来るには及ばないのにでも。 本当にありがとうございました。時に浦島さんあなたは竜宮をご覧になったことがありますかいや話には聞いているがまだ見たことはないよではほんのお礼のしるしに私が竜宮を見せてあげたいと思いますがいかがでしょう「へえ。 それは面白いね。ぜひ行ってみたいがそれは何でも海の底にあるということではないかどうして行くつもりだね私にはとてもそこまで泳いではいけないよ何わけはございません私の背中にお乗りくださいカメはこう言って背中を出しました。 浦島は半分気味悪く思いながら言われるままに亀の背中に乗りました。亀はすぐに白い波を切ってずんずん泳いでいきました。ザーザーいう波の音がだんだん遠くなって青い青い水の底へただもう夢のように運ばれていきますと。 とそこらがカッと明るくなって白玉のようにきれいなすなの道がつづいてむこうに立派な門が見えましたそのおくにキラキラ光って目のくらむような金銀のかわらが高くそびえていましたさあリ宮へまいりました亀はこう言って 浦島を背中から下ろしてしばらくお待ちくださいと言ったまま門の中へ入っていきました間もなく亀はまた出てきてさあこちらへと浦島を御殿の中へ案内しましたタイやヒラメやカレイやいろいろのお魚が 物珍しそうな目で見ている中を通って入っていきますと乙姫さまが大勢の腰元を連れてお迎えに出てきましたやがて乙姫さまについて浦島はずんずん奥へ通っていきました目のうの天井にサンゴの柱廊下には瑠璃が敷き詰めてありました こわごはその上を歩いていきますとどこからともなくいい匂いがして楽しい楽の音が聞こえてきましたやがて水晶の壁にいろいろの宝石をちりばめた大広間に通りますと「浦島さんようこそおいでくださいました先日は亀の命をお助けくださいまして」。 ま「何にもおもてなしはございませんがどうぞゆっくりおあそびくださいまし」と乙姫さまは言って丁寧におじぎしましたやがてかをらにカツオだのフグだのエビだのタコだの大小いろいろのお魚が めずらしいごちそうをやまとはこんできてにぎやかなさかもりがはじまりましたきれいなこしもとたちはうたをうたったりおどりをおどったりしましたうらしまはただもうゆめのなかでゆめをみているようでしたごちそうがすむとうらしまはまたおとひめさまのあんないで 御殿の中を残らず見せてもらいましたどのお部屋もどのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますからその美しさはとても口や言葉では言えないくらいでした一通り見てしまうとおと様さまは「今度は四季の景色をお目にかけましょう」と言ってまず 東の塔をおあけになりましたそこは春の景色で一面ぼーっとかすんだ中に桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました青々とした柳の枝が風になびいてその中で小鳥が鳴いたり蝶々が舞ったりしていました次に 南のとおあけになりましたそこはなつのけしきでかきねにはしろいうつぎのはながさいておにわのきのあおばのなかではセミやヒグラシがないていましたおいけにはあかとしろのはすのはながさいてそのはのうえにはすいしょうのたまのようにつゆがたまっていました お池のふちにはきれいなさざ波が立っておしどりやかもがうかんでいましたつぎに西の塔をおあけになりましたそこは秋の景色で花壇の中には木ぎく白ぎくが咲き乱れてぷんといい香りを立てました向こうを見ると もえたつようなもみじのはやしのおくにしろいきりがたちこめていてしかのなくこえがかなしくきこえましたいちばんおしまいに北のとをおあけになりましたそこはふゆのけしきでのにはちりのこったかれはのうえにしもがキラキラひかっていました。 山から谷にかけて雪が真っ白に降りうずんだ中から芝をたく煙が細々と上がっていました浦島は何を見ても驚きあきれて目ばかり見張っていましたそのうちだんだんぼーっとしてきてお酒に酔った人のようになって何もかも忘れてしまいました 毎日面白いめずらしいことがそれからそれとつづいてあまりりりゅうぐうが楽しいので何ということも思わずにうかうか遊んでくらすうち三年の月日がたちました三年目の春になった時浦島は時々ひさしく忘れていたふるさとの夢を見るようになりました 春の日のぽかぽかあたっている水のえの浜辺で漁師たちが元気よく船うたをうたいながら網を引いたり船をこいだりしているところをまざまざとゆめにみるようになりました浦島はいまさらのようにお父さんやお母さんはいまごろどうしておいでになるだろう とこう思い出すともう居ても立ってもいられなくなるような気がしました何でも早く家へ帰りたいとばかり思うようになりましたですからもうこの頃では歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をして塞ぎ込んでばかりいました その様子を見ると乙姫さまは心配して「浦島さんご気分でもお悪いのですか?」とお聞きになりました浦島はもじもじしながら「いいえそうではありません。実はうちへ帰りたくなったものですから」と言いますと乙姫さまは急に 大がっかりした様子をなさいましたまあそれは残念でございますことでもあなたのお顔を拝見いたしますとこの上を引き止め申しても無駄のように思われますではいたしかたございません言っていらっしゃいましこう悲しそうに言って 乙姫様は奥からきれいな宝石で飾った箱を持っておいでになって「これは玉手箱といって中には人間の一番大事な宝が込めてございます」「これをお別れの印に差し上げますからお持ち帰りくださいまし」「ですが あなたがもう一度竜宮へ帰ってきたいとおぼしめすならどんなことがあっても決してこの箱をあけてごらんになってはいけません。とくれぐれも念をおして玉手箱をお渡たしになりました。と言って玉手箱を小脇にかかえたまま。 竜宮の門を出ますと乙姫様はまた大勢の腰元を連れて門の外までお見送りになりましたもうそこには霊の亀が来て待っていました浦島はうれしいのと悲しいのとで胸がいっぱいになっていましたそして亀の背中に乗りますと 亀はすぐなみをきってあがっていってまもなくもとのはまべにつきましたではうらしまさんごきげんよろしゅうとカメはいってまたみずのなかにもぐっていきましたうらしまはしばらくカメのゆくえをみおくっていましたうらしまはうみばたにたったまましばらくそこらをみまわしました 春の日がぽかぽかあたって一面にかすんだ海の上にどこからともなくにぎやかな船歌が聞こえましたそれは夢の中で見たふるさとの浜辺の景色とちっともちがったところはありませんでしたけれどよく見るとそこらの様子がなんとなくかわっていて会う人も会う人も 一向に見知らない顔ばかりで向こうでも妙な顔をしてじろじろ見ながら言葉もかけずにすましていってしまいますおかしなこともあるものだたった3年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはないまあなんでも早く家へ行ってみようこう独り言を言いながら。 浦島は自分の家の方角へ歩き出しましたところがそこと思うあたりには草や足がぼうぼうと茂って家ぞは影も形もありません昔家の立っていたらしい跡さえも残ってはいませんでしたいったい お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか浦島は不思議だ不思議だと繰り返しながら狐につままれたようなきょとんとした顔をしていましたするとそこへよぼよぼのおばあさんが一人つえにすがってやってきました浦島はさっそく もしもしおばあさん浦島太郎のうちはどこでしょうと声をかけますとおばあさんはけげんそうにしょぼしょぼした目で浦島の顔を眺めながら「へえ浦島太郎そんな人は聞いたことがありませんよ」と言いました。 浦島はやっきとなって「そんなはずはありません。たしかにこのへんにすんでいたのです」といいましたそういわれておばあさんは「はてね」とくびをかしげながらつえでせいのびしてしばらくかんがえこんでいましたがやがてポンとひざをたたいて「ああそうそう」 浦島太郎さんというとあれはもう300年も前の人ですよ。なんでも私が子どもの自分聞いた話にむかしむかしこの水の絵の浜に浦島太郎という人があってある日、船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりました。 多分う宮うへでも行ったのだろうということですなにしろ大昔の話だからねこう言ってまた腰をかがめてよぼよぼ歩いていってしまいましたはて300年おかしなこともあるものだたった3年ん宮にいたつもりなのにそれが300年とは。 するとリュウグウの三年は人間の三百年にあたるのかしらんそれでは家もなくなるはずだしお父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はないこう思うと浦島は急に悲しくなって寂しくなって目の前が暗くなりました。 今更リュウが恋しくてたまらなくなりましたしおしおとまた浜辺へ出てみましたが海の水はまんまんとたたえていてどこが果てともしれませんもう亀も出てきませんからどうしてリュへ渡ろう手だてもありませんでしたその時浦島はふと 抱えていた玉手箱に気がつきました。そうだ、この箱を開けてみたらばわかるかもしれない。こう思うと嬉しくなって、浦島はうっかりおと姫様に言われたことは忘れて箱の蓋を取りました。すると紫色の雲が中からムクムク立ち上って。 それが顔にかかったかと思うとスーッと消えていって箱の中には何にも残っていませんでしたその代わり、いつの間にか顔中しわになって手も足も縮かまってきれいな右輪の水に映った影を見ると髪もひげも真っ白な かわいいおじいさんになっていました。浦島は空になった箱の中をのぞいて「なるほど乙姫さまが人間のいちばんだいじな宝を入れておくとおっしゃったあれは人間の寿命だったのだな」とざんねんそうにつぶやきました。 春の海はどこまでも遠くかすんでいました。どこからかいい声で船唄を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。日本昔話浦島太郎はいかがでしたか あなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください今後の動画制作に生かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいです一部お疲れ様でしたここから先の二部では読み上げ速度が20%速くなります それでは2部スタートです日本昔話浦島太郎今回は日本の昔話「浦島太郎」を学びながら日本語を勉強しましょうはじめにお話を始める前に昔話童話おとぎ話の違いについて少し説明します 昔話昔話には昔から語り継がれてきた話という意味があります語り継がれてきた話なので作者が誰かは分かりません童話子供が読むことを前提に作られた物語です作られた物語なので当然作者は存在しますおとぎ話 子供に語って聞かせるための昔話や童話のことですおとぎ話の中には語り継がれてきた昔話もそして創作である童話も含まれます浦島太郎はとても有名な日本の昔話ですそれでは浦島太郎のお話を始めます昔、昔、丹後の国水の絵の裏に 浦島太郎という漁師がありました浦島太郎は毎日釣竿を担いでは海へ出かけて鯛やカツオなどのお魚を釣ってお父さんお母さんを養っていましたある日浦島はいつもの通り海へ出て一日お魚を釣って帰ってきました途中子供が56人 往来に集まってガヤガヤ言っていました何かと思って浦島が覗いてみると小さい亀の子を一匹捕まえて棒でつついたり石で叩いたり散々にいじめているのです浦島は見かねてまあそんなかわいそうなことをするものではないいい子だからと止めましたが 子供たちは聞き入れようともしないで。なんだいなんだいかまうもんかい。と言いながら、また亀の子を仰向けにひっくり返して、足で蹴ったり、砂の中にうずめたりしました。浦島はますますかわいそうに思って。じゃあ、おじさんがお金をあげるから、その亀の子を売っておくれ。と言いますと、 子供たちは「うんうんお金をくれるならやってもいい」と言って手を出しましたそこで浦島はお金をやって亀の子をもらい受けました子供たちは「おじさんありがとうまた買っておくれよ」とワイワイ言いながら言ってしまいましたその後で浦島は「 甲羅からそっと出した亀の首を優しく撫でてやって。やれやれ、危ないところだった。さあもうお帰りお帰り。と言って、わざわざ亀を海端まで持って行って話してやりました。亀はさも嬉しそうに首や手足を動かして、やがてぶくぶく泡を立てながら水の中に深く沈んでいってしまいました。 それから23日たって浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました遠い沖の方までもこぎ出して一生懸命お魚を釣っていますとふと後ろの方で「浦島さん浦島さん」さんと呼ぶ声がしました親と思って振り返ってみますと誰も人の影は見えませんそののかわり、いつの間にか 1一匹のカメが船のそばに来ていました浦島が不思議そうな顔をしていると「私は先日助けていただいたカメでございます今日はちょっとそのお礼に参りました」カメがこう言ったので浦島はびっくりしました「まあそうかいわざわざ礼なんぞ言いに来るには及ばないのに」でも 本当にに、ありがとうございました。時に浦島さんあなたは竜宮をご覧になったことがありますかいや話には聞いているがまだ見たことはないよではほんのお礼のしるしに私が竜宮を見せてあげたいと思いますがいかがでしょうへえそれは面白いねぜひ行ってみたいが それは何でも海の底にあるということではないかどうしていくつもりだね私にはとてもそこまで泳いではいけないよ何わけはございません私の背中にお乗りください亀はこう言って背中を出しました浦島は半分気味悪く思いながら言われるままに亀の背中に乗りました 亀はすぐに白い波を切ってずんずん泳いでいきましたザーザーいう波の音がだんだん遠くなって青い青い水の底へただもう夢のように運ばれていきますとふとそこらがカッと明るくなって白玉のようにきれいな砂の道が続いて向こうに立派なもんが見えました そのおくにキラキラひかってめのくらむような金銀のかわらがたかくそびえていましたさありゅうぐうへまいりました亀はこういってうらしまをせなかからおろしてしばらくおまちくださいといったままもんのなかへはいっていきましたまもなく亀はまたでてきてさあこちらへと 浦島を五点の中へ案内しました。タイやヒラメやカレイやいろいろのお魚が物珍しそうな目で見ている中を通って入っていきますと乙姫様が大勢の腰元を連れてお迎えに出てきました。やがて乙姫様について浦島はずんずん奥へ通っていきました。 目の,尾の天井にサンゴの柱廊下には瑠璃が敷き詰めてありましたコワゴはその上を歩いて行きますとどこからともなくいい匂いがして楽しい楽の音が聞こえてきましたやがて水晶の壁にいろいろの宝石を散りばめた大広間に通りますと「浦島さんようこそおいでくださいました。 先日は亀の命をお助けくださいまして誠にありがとうございます。何にもおもてなしはございませんがどうぞゆっくりお遊びくださいまし。と乙姫様は言って丁寧におじぎしました。やがて鯛をらにカツオだのフグだのエビだのタコだの大小いろいろのお魚が。 珍しいご馳走を山と運んできて賑やかな酒盛りが始まりました綺麗な腰元たちは歌を歌ったり踊りを踊ったりしました浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでしたご馳走が済むと浦島はまた乙姫様の案内で御殿の中を残らず見せてもらいました どのお部屋もどのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますからその美しさはとても口や言葉では言えないくらいでした一通り見てしまうと乙姫さまは「今度は四季の景色をお目にかけましょう」と言ってまず東の塔をお開けになりましたそこは春の景色で一面ぼーっと霞んだ中に 桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり、蝶々が舞ったりしていました。次に南の塔をお開けになりました。そこは夏の景色で、垣根には白いうつぎの花が咲いて、お庭の木の青葉の中では、 蝉やひぐらしが鳴いていました。御池には赤と白の蓮の花が咲いて、その葉の上には水晶の玉のように露が溜まっていました。御池の淵には綺麗なさざ波が立って、おしどりやカモが浮かんでいました。次に西の塔をお開けになりました。そこは秋の景色で、花壇の中には、木々区。 白菊が咲き乱れてぷんといい香りを立てました向こうを見るとカッと燃え立つようなモミジの林の奥に白い霧が立ちこめていてしかのなく声が悲しく聞こえました一番おしまいに北の塔をお開けになりましたそこは冬の景色で野には散り残った枯れ葉の上に 霜がキラキラ光っていました山から谷にかけて雪が真っ白に降りうずんだ中から芝をたく煙が細々と上がっていました浦島は何を見ても驚き呆きれて目ばかり見張っていましたそのうちだんだんぼーっとしてきてお酒に酔った人のようになって何もかも忘れてしまいました 毎日面白い珍しいことがそれからそれと続いてあまり流宮が楽しいので何ということも思わずにうかうか遊んで暮らすうち3年の月日が経ちました3年目の春になった時浦島は時々久しく忘れていたふるさとの夢を見るようになりました 春の日のポカポカ当たっている水の上の浜辺で漁師たちが元気よく船歌をうたいながら網を引いたり船をこいだりしているところをまざまざと夢に見るようになりました浦島はいまさらのように「お父さんやお母さんは今ごろどうしておいでになるだろう」とこう思い出すともう。 いてもたってもいられなくなるような気がしました何でも早く家へ帰りたいとばかり思うようになりましたですからもうこの頃では歌を聞いても踊りを見ても面白くない顔をしてふぎ込んでばかりいましたその様子を見るとおと様は心配して「浦島さん ご気分でもお悪いのですかとお聞きになりました浦島はもじもじしながらいいえそうではありません実はうちへ帰りたくなったものですからと言いますと乙姫様は急に体操がっかりした様子をなさいましたまあそれは残念でございますことでもあなたのお顔を拝見いたしますと この上を引き留め申しても無駄のように思われます。では、致し方ございません。言っていらっしゃいます。こう悲しそうに言って、乙姫様は奥から綺麗な宝石で飾った箱を持っておいでになって。これは玉手箱と言って、中には人間の一番大事な宝が込めてございます。 これを「お別れの印に差しるしにさしあげますからおもちかえりくださいまし」ですがあなたがもういちど宮へかえってきたいとおぼしめすならどんなことがあってもけっしてこのはこをあけてごらんになってはいけません。とくれぐれもねんをおして玉手箱をおわたしになりました。浦島は「ええええけっしてあけません。 と言って玉手箱を小脇に抱えたままリ宮の門を出ますと乙姫様はまた大勢の腰元を連れて門の外までお見送りになりましたもうそこには霊の亀が来て待っていました浦島は嬉しいのと悲しいのとで胸がいっぱいになっていましたそして亀の背中に乗りますと 亀はすぐなみをきってあがっていってまもなくもとのはまべにつきましたではうらしまさんごきげんよろしゅうとカメはいってまたみずのなかにもぐっていきましたうらしまはしばらくカメのゆくえをみおくっていましたうらしまはうみばたにたったまましばらくそこらをみまわしました 春の日がポカポカ当たって一面にかすんだ海の上にどこからともなくにぎやかな船歌が聞こえました。それは夢の中で見たふるさとの浜辺の景色とちっとも違ったところはありませんでした。けれどよく見るとそこらの様子がなんとなく変わっていて会う人も会う人も一向に見知らない顔ばかりで。 向こうでも妙な顔をしてじろじろ見ながら言葉もかけずに済ましていってしまいます。おかしなこともあるものだ。たった三年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはない。まあ、何でも早く家へ行ってみよう。こう一りごとを言いながら浦島は自分の家の方角へ歩き出しました。ところが。 そこと思うあたりには草や足がぼうぼうと茂って家なぞは影も形もありません昔家の立っていたらしい跡さえも残ってはいませんでした一体、お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか浦島は不思議だ不思議だと繰り返しながら狐につままれたような きょと,んとしししたた顔をしていましたするとそこへよぼよぼのおばあさんが一人杖にすがってやってきました浦島はさっそく「もしもしおばあさん浦島太郎のうちはどこでしょう?」と声をかけますとおばあさんはけげんそうにしょぼしょぼした目で浦島の顔をながめながら「へえ。 浦島太郎そんな人は聞いたことがありませんよ」と言いました浦島はやっきとなって「そんなはずはありません確かにこの辺に住んでいたのです」と言いましたそう言われておばあさんは「はてね」と首をかしげながら杖で背伸びしてしばらく考え込んでいましたが やがてて、ポンと膝を叩いてああ、そうそう浦島太郎さんというとあれはもう300年も前の人ですよ。なんでも私が子どもの自分聞いた話にむかしむかしこの水の絵の浜に浦島太郎という人があってある日、船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりました。 多分ウ宮ウへでも行ったのだろうということです何しろ大昔の話だからねこう言ってまた腰をかがめてよぼよぼ歩いて行ってしまいましたはて300年おかしなこともあるものだたった3年竜宮にいたつもりなのにそれが300年とはすると竜宮の3年は 人間の300年にあたるのかしらんそれでは家もなくなるはずだしお父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はないこう思うと浦島は急に悲しくなって寂しくなって目の前が暗くなりました今更らュ宮が恋しくてたまらなくなりましたしおしおとまた浜辺へ出てみましたが 海の水はまんまんとたたえていてどこが果てともしれませんもうカメも出てきませんからどうしてリ宮へ渡ろう手だてもありませんでしたその時浦島はふとかかえていた玉手箱に気がつきましたそうだこの箱を開けてみたらばわかるかもしれないこう思うとうれしくなって浦島は うっかり乙姫さまに言われたことは忘れて箱のふたを取りましたするとむらさき色の雲が中からムクムク立ちのぼってそれが顔にかかったかと思うとすうっと消えていって箱の中には何にも残っていませんでしたそのかわりいつの間にか顔中しわになって手も足もちかまって みぎわのみずにうつったかげをみるとかみもひげもまっしろなかわいいおじいさんになっていました。浦島はからになったはこのなかをのぞいて「なるほど乙姫さまが人間のいちばんだいじなたからをいれておくとおっしゃったあれは人間のじゅみょうだったのだな」とざんねんそうにつぶやきました。 春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからかいい声で船歌を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。日本昔話、浦島太郎はいかがでしたかあなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください。 今後の動画制作に活かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいです。2部お疲れ様でした。ここから先の3部では読み上げ速度がさらに20%速くなります。それでは3部スタートです。日本昔話浦島太郎今回は日本の昔話。 浦島太郎を学びながら日本語を勉強しましょうはじめにお話を始める前に昔話童話おとぎ話の違いについて少し説明します「昔話」「昔話」には昔から語り継がれてきた話という意味があります語り継がれてきた話なので作者が誰かは分かりません童話 子供が読むことを前提に作られた物語です作られた物語なので当然作者は存在しますおとぎ話子供に語って聞かせるための昔話や童話のことですおとぎ話の中には語り継がれてきた昔話もそして創作である童話も含まれます浦島太郎はとても有名な日本の昔話です それでは浦島太郎のお話を始めます昔昔丹後の国水の江の裏に浦島太郎という漁師がありました浦島太郎は毎日釣竿を担いでは海へ出かけてタイやカツオなどのお魚を釣ってお父さんお母さんを養っていましたある日浦島はいつもの通り海へ出て 一日お魚を釣って帰ってきました。途中子供が五六人往来に集まってガヤガヤ言っていました。何かと思って浦島が覗いてみると小さい亀の子を一匹捕まえて棒でつついたり石で叩いたり散々にいじめているのです。浦島は見かねてまあそんなかわいそうなことをするものではない。 いい子だから、と止めましたが子供たちは聞き入れようともしないでななんだいなんだだいい、い、か,まうもんかいと言いながらまた亀の子を仰向けにひっくり返して足で蹴ったり砂の中にうずめたりしました浦島はますますかわいそうに思ってじゃあおじさんがお金をあげるからその亀の子を売っておくれ。 と言いますと子供たちは「うんうんお金をくれるならやってもいい」と言って手を出しましたそこで浦島はお金をやって亀の子をもらい受けました子供たちは「おじさんありがとうまた買っておくれよ」とワイワイ言いながら行ってしまいましたその後で浦島は 甲羅からそっと出した亀の首を優しく撫でてやってやれやれ危ないところだったさあもうお帰りお帰りと言ってわざわざ亀を海端まで持って行って話してやりました亀はさも嬉しそうに首や手足を動かしてやがてぶくぶく泡を立てながら水の中に深く沈んでいってしまいました それから二、三日経って、浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました。遠い沖の方までも漕ぎ出して、一生懸命お魚を釣っていますと、ふと後ろの方で、浦島さん、浦島さん、と呼ぶ声がしました。親と思って振り返ってみますと、誰も人の影は見えません。その代わり、いつの間にか一匹のカメが、 船のそばに来ていました。浦島が不思議そうな顔をしていると。私は先日助けていただいた亀でございます。今日はちょっとそのお礼に参りました。亀がこう言ったので浦島はびっくりしました。まあ、そうかい。わざわざ礼なんぞ言いに来るには及ばないのに。でも、本当にありがとうございました。 時に浦島さん、あなたは竜宮をご覧になったことがありますか？いや、話には聞いているが、まだ見たことはないよ。では、ほんのお礼のしるしに、私が竜宮を見せてあげたいと思いますが、いかがでしょう？へえ、それは面白いね。ぜひ行ってみたいが、それは何でも海の底にあるということではないか。どうしていくつもりだね。 私にはとてもそこまで泳いではいけないよ。何わけはございません。わたくしのせなかにお乗りください。亀はこう言ってせなかを出しました。浦島は半分気味悪く思いながら言われるままに亀のせなかに乗りました。亀はすぐに白い波を切ってずんずん泳いでいきました。 ザーザーいう波の音がだんだん遠くなって青い青い水の底へただもう夢のように運ばれていきますとふとそこらがカッと明るくなって白玉のようにきれいな砂の道が続いて向こうに立派なもんが見えましたその奥にキラキラ光って目のくらむような金銀の瓦らが高くそびえていましたさあ ウウへ参りへました。亀はこう言って浦島を背中から下ろしてしばらくお待ちくださいと言ったまま門の中へ入っていきました間もなく亀はまた出てきてさあこちらへと浦島を御殿の中へ案内しましたタイやヒラメやカレイやいろいろのお魚が物珍しそうな目で見ている中を通って 入っていきますと、おと姫さまが大勢の腰元を連れてお迎えに出てきました。やがておと姫さまについて浦島はズンズン奥へ通っていきました。メノウの天井にサンゴの柱、廊下にはルリが敷き詰めてありました。こわごはその上を歩いていきますと、どこからともなくいい匂いがして楽しい楽の音が聞こえてきました。 やがて水晶の壁にいろいろの宝石を散りばめた大広間に通りますと「浦島さんようこそおいでくださいました先日は亀の命をお助けくださいまして誠にありがとうございます」「何にもおもてなしはございませんがどうぞゆっくりお遊びくださいまし」と乙姫様は言って丁寧にお辞儀しましたやがて タイを頭に、カツオだの、フグだの、エビだの、タコだの、大小いろいろのお魚が、珍しいごちそうを山と運んできて、賑やかな酒盛りが始まりました。きれいな腰元たちは、歌を歌ったり踊りを踊ったりしました。浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでした。ごちそうが済むと、 浦島はまた乙姫さまの案内で御殿の中を残らず見せてもらいましたどのお部屋もどのお部屋も珍しい宝石で飾り立ててありますからその美しさはとても口や言葉では言えないくらいでした一通り見てしまうと乙姫さまは「今度は四季の景色をお目にかけましょう」と言ってまず東の塔をお開けになりました そこは春の景色で一面ぼーっと霞んだ中に桜の花が美しい絵のように咲き乱れていました青々とした柳の枝が風になびいてその中で小鳥が鳴いたり蝶々が舞ったりしていました次に南の塔をお開けになりましたそこは夏の景色で垣根には白いうつぎの花が咲いて お庭の木の青葉の中では、セミやヒグラシが鳴いていました。お池には赤と白の蓮の花が咲いて、その葉の上には水晶の玉のように梅雨が溜まっていました。お池の淵にはきれいなさざ波が立って、おしどりやカモが浮かんでいました。次に西の塔をお開けになりました。そこは秋の景色で花壇の中には、木々 白木くが先みだれて、ぷんといい香りを立てました。向こうを見ると、カッと燃え立つようなモミジの葉しの奥に、白い霧が立ち込めていて、しかのなく声が悲しく聞こえました。一番おしまいに北の塔をお開けになりました。そこは冬の景色で、のにはちり残った枯葉の上に霜がキラキラ光っていました。 山から谷にかけて雪が真っ白に降りうずんだ中から芝をたく煙が細々と上がっていました浦島は何を見ても驚き呆きれて目ばかり見張っていましたそのうちだんだんぼーっとしてきてお酒に酔った人のようになって何もかも忘れてしまいました毎日面白い珍しいことがそれからそれと続いて あまり竜宮が楽しいので。なんということも思わずにうかうか遊んで暮らすうち3年の月日が経ちました3年目の春になった時浦島は時々久しく忘れていたふるさとの夢を見るようになりました春の日のポカポカ当たっている水の絵の浜辺で漁師たちが元気よく船歌を歌いながら 網を引いたり船を漕いだりしているところをまざまざと夢に見るようになりました。浦島は今さらのように。おおお父さんやお母さんんや母は、今頃どうう。しておいでになるだろうと、こう思い出すと、もういても立ってもいられなくなるような気がしました。何でも早く家へ帰りたいとばかり思うようになりました。ですから、 もうこの頃では歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をして塞ぎ込んでばかりいましたその様子を見ると乙姫様は心配して「浦島さんご気分でもお悪いのですか?」とお聞きになりました浦島はもじもじしながら「いいえそうではありません」「実は家へ帰りたくなったものですから」と言いますと 乙姫様は急に大層がっかりした様子をなさいました。まあ、それは残念でございますこと。でもあなたのお顔を拝見いたしますと、この上を引き止め申しても、無駄のように思われます。では、いたしかたございません。言っていらっしゃいまし。こう悲しそうに言って乙姫様は、 奥からきれいな宝石で飾った箱を持っておいでになってこれは玉手箱といって中には人間の一番大事な宝が込めてございますこれをお別れの印に差し上げますからお持ち帰りくださいましですがあなたがもう一度竜宮へ帰ってきたいとおぼしめすならどんなことがあっても 決してこの箱を開けてご覧になってはいけません」とくれぐれも念を押して玉手箱をお渡しになりました浦島は「ええええ決して開けません」と言って玉手箱を小脇に抱えたままリ宮の門を出ますと乙姫さまはまた大勢の腰元を連れて もうそこにはレのカメが来て待っていました浦島はうれしいのとかなしいのとで胸がいっぱいになっていましたそしてカメの背中に乗りますとカメはすぐ波を切って上がっていって間もなくもとの浜辺に着きましたでは浦島さんごきげんよろしゅう。と カメは言って、また水の中に潜っていきました。浦島はしばらく、カメの行方を見送っていました。浦島は海端に立ったまま、しばらくそこらを見回しました。春の日がポカポカ当たって、一面に霞んだ海の上に、どこからともなく、にぎやかな船歌が聞こえました。 それは夢の中で見たふるさとの浜辺の景色とちっとも違ったところはありませんでしたけれどよく見るとそこらの様子がなんとなく変わっていて会う人も会う人も一向に見知らない顔ばかりで向こうでも妙な顔をしてじろじろ見ながら言葉もかけずに済ましていってしまいます「おかしなこともあるものだ」 たった3年の間にみんなどこかへ行ってしまうはずはないまあ何でも早く家へ行ってみようこう独り言を言いながら浦島は自分の家の方角へ歩き出しましたところがそこと思うあたりには草や足がぼうぼうと茂って家なぞは影も形もありません昔、 家の立っていたらしいあとさえも残ってはいませんでしたいったいお父さんやお母さんはどうなったのでしょうか浦島は不思議だ不思議だと繰り返しながら狐につままれたようなきょとんとした顔をしていましたするとそこへよぼよぼのおばあさんが一人杖にすがってやってきました 浦島は早速、もしもしおばあさん浦島太郎のうちはどこでしょうと声をかけますとおばあさんはけげんそうにしょぼしょぼした目で浦島の顔を眺めながら「へえ浦島太郎そんな人は聞いたことがありませんよ」と言いました浦島はやっきとなって。 そんなはずはずありません。確かにこの辺に住んでいたのです。と言いましたそう言われておばあさんは「はてね」と首をかしげながら杖で背伸びしてしばらく考え込んでいましたがやがてポンと膝をたたいて「ああそうそう浦島太郎さんというとあれはもう300年も前の人ですよ。 何でも私が子どもの自分聞いた話にむかしむかしこの水の絵の浜に浦島太郎という人があってある日、船に乗って釣りに出たまま帰ってこなくなりましたたぶん宮ュでも行ったのだろうということですなにしろ大昔の話だからねこう言ってまた腰をかがめて よぼよぼ歩いていってしまいましたはて300年おかしなこともあるものだたった3年竜宮にいたつもりなのにそれが300年とはすると竜宮の三年は人間の300年にあたるのかしらんそれでは家もなくなるはずだしお父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はないこう思う思と 浦島は急に悲しくなって、寂しくなって、目の前が暗くなりました。今さらュ宮が恋しくてたまらなくなりました。しおしおとまた浜辺へ出てみましたが、海の水はまんまんとたたえていて、どこが果てともしれません。もう亀も出てきませんから、どうしてリ宮へ渡ろう手だてもありませんでした。 その時浦島はふとかかえていた玉手箱に気がつきましたそうだこの箱を開けてみたらばわかるかもしれないこう思うとうれしくなって浦島はうっかり乙姫さまに言われたことは忘れて箱のふたを取りましたするとむらさき色の雲が中からムクムク立ちのぼって それが顔にか,か,ったかと思うとすーっと消えていって箱の中には何にも残っていませんでした。その代わりいつの間にか顔中しわになって手も足も縮かまってきれいな右輪の水に映った影を見ると髪もひげも真っ白なかわいいおじいさんになっていました。 浦島は空になった箱の中を覗いて「なるほど乙姫様が人間の一番大事な宝を入れておくとおっしゃったあれは人間の寿命だったのだな」と残念そうにつぶやきました春の海はどこまでも遠く霞んでいましたどこからかいい声で舟歌を歌うのが また聞こえてきました浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました日本昔話浦島太郎はいかがでしたかあなたの国の童話や昔話をコメント欄からぜひみんなに教えてください今後の動画制作に活かしますのでコメント欄から感想いただけると大変嬉しいです それではまた別の動画でお会いしましょう。